島京子と村地和人のフィッシュ&フィッシ ッシュついにスタートしました、はい。さあこのフィッシュ&フィッシュでは皆さんにより楽しんでいただけるためのバスフィッシングの情報満載でお届けしていきま す、はい、すこのフィッシュ&フィッシュでは、はい、バス釣りの面白さ、楽しさを皆さんに紹介していきたいと思います。はい、バスを釣る方法といいますと、まあ、メインの岸釣り、はい、おかっぱりと思います。そうですね、あとローボート、アルミボート、はい、うん、アルミボートはね、最近車の上に乗せていろんな野池とかを釣り回ってる人たくさん見かけますが、はい、そうですね、野池といいますと、うん、村地くんはそうそう、これフローターで、もう毎日のようにフローターで、はい、仕事してるので、ね、フローターをまた改造して、はい、魚タンをつけたりしてるんですけれどもね、うん、はい、まあ、こういった楽しいバスフィッシングの情報満載でお届けしていきます、はい。そしてやはりバス釣りをするにはタックルが必要なんです。必要ですね。タックルというのはロッドリール、うん、ワームルアー、ラインフック、水温計、タックルボックス、ハサミ、いっぱいいるんです。いっぱいあるんですが、そういったタックルの新情報も満載でお届けしていきますし、はい、やはりブラックバスがいるところにそういったタックル、ルアーを投げないといけないんですね。いないところに投げたらダメですね。そうなんです、はい、私もよくするんですがこれはね、やはり水中の映像は私たち知らないし、そうですね、見たこともあまりないと思うんですよ、はい、うん、でもこのフィッシュ&フィッシュでは水中カメラマンがおりまして、はい、水中に潜ってバスの様子を撮ってきてくれるんです、うん、はいはい、今も潜ってるんです。どこにいるんですか。けどちょっと呼んでみますね、はい、山岸茂彦さんです、カメラマン。はい、うっとぶーんとこんにちは、山岸茂彦です。はい、冷静だけどマイクつけて潜ってました。さあ今回はどんな映像なんでしょうか。はい、今回はバスがどんなところにいるのか、それに焦点を当てて潜ってきました。はい、では水中カメラマン山岸茂彦さんのバスはどんな生態なのか、水中映像をとくとご覧ください。はい、まずですね、はい、このような足際、うん、こんなところにバスはたくさんいます、これは時期がですね、春、うん、春はどんな時期ですか。春はスポーニング。そうなんです、バスはスポーニングを春に行うんですけども、おいたいたいますね、このような時期になってくるとたくさん寄ってくるんです。足際にこんなにたくさん群れてるの。群れてますね。これベッドを作るため。そうですね、あのベッドを作ってないバスもいますけども、中にその中からこう大きいのから順番にバスはネストを作ってきます。まあ、あのサイズがこういろいろいるんですけども、はい、結構大きいのになるとお腹も膨れて、結構引き味があったりとかもしますね。これは漁港ですね、うん、漁港にもよくバスが溜まっていると言われますよね。これは水面を、これは水面から見てるんですけども、ね、はい、たくさんいるの。よく釣りに行きますよね、はい、どうですか。こんなにいるの。でもそうです、ね、こんなにいるの、うん、で漁港っていうのはこのようにあの捨て石、まあ、漁港を作る際に使ったブロックなんかを下に沈めたりしてるんですよ、はい、こういうのが、バスがつきやすい状況になってバスがたくさんいるんですよね。多分ね、思っているよりバスはたくさんいますね。こんなにいるんや、はい、でも釣れない。そう、引っかかってもおかしくないぐらいのにね。そうですね、まあ、あの何かの条件で食ってきたりすることもあると思うんですけども、うんうん、今度は取水塔ですね、はい、こういったところも、まあ、バスがつく要素になりますね。どこにいる。あ、いたいた、いっぱいいますよね、うん、これもあの中に取水口があって、その中に潜んでたりとか、この周りをこのようにたくさん泳いだりとかもします。これもあの何もない場所よりもこういう取水塔の柱とか、はい、取水口とかがあるっていうのがバスにとって良い条件なんでしょうね。何か障害物があったらあんな風に周りに群れているんだね。そうですね、そんな感じですよね。で、このように水面から見て何もない状況の場所、はい、これを潜ってみるとこのように沈船があったんですよね、はい、となるとこういう場所にはバスがやっぱりついてますよね。やっぱりこう身を寄せる場所があるところの方がバスは居やすいんでしょうかね。またここいいサイズが固まってますね。そうですね、これも50オーバー
ーバーぐらいはありますよね。そうな、結構上から見ても分からなくて、実際水中に入ってみるとこのようにバスがたくさんいたりするっていうこともたくさんあります。このような場所っていうのは失点と無理というか、まあ魚探とかあればね、こういうふうにかけて、あ、なんかあると思うところに一度キャストしてみたらバスがいるということもあります。これは場所が違うところで魚礁を沈めてあるところなんですよ、はい、このように人工的に何かを沈めてあったら、まあ、そういうところにもバスは居つくということですよね。バスだけがいるというよりもそのベイトフィッシュとなるようなものもついていて、まあ、それを捕食するような感じでバスがついてるっていうこともありますね。あんな隙間とかやっぱりいるんですね。そうですね、中でこう隠れてたり、うん、これもまた場所が違って、はい、深場にある魚礁ですね、うん、琵琶湖の、まあ、湖西にある魚礁なんですけども、はい、水深が約10メーターぐらいあります。で、これ真ん中の段3段に魚礁が積まれてあって、7.6 って水深が出ましたけども、はい、こういったところにもバスはたくさんいます。まとめるとバスっていうのは何かストラクチャー、そういったものがあるところにたくさんついているようですね。そういった目印があるところにめがけてキャストしてみるとバスが釣れるかと思います、うん、いやバスはいるもんやね。いっぱいいましたね。いい日思ってたらいいね、うん、私いつもルアー投げてね、うん、釣れへんかったらここに魚はいないと思って移動するんですけど、いいのかな。初心者の方は、うん、結構ルアー投げて釣れへんかったらここにいいんや、うん、と思いがちでしょ。私初心者ちゃうけどそうやね、うん、でもね結構いるとこにはいるんですよ。ストラクチャーとかね、あと足元とか忘れがちですね、うん、もう目の前にいるんですね。そうですね。それでも釣れなかったらやはりルアーローテーションをちょっと変えてみたり、うん、はい、アクションを変えてみるのも一つの手だと思います。そうですね。早い釣りとか遅い釣り、あと常吉ワームとか常吉リグを使ってるんだったら、はい、アクションを細かくしたり早くしたり、うん、あとゆっくりふわふわっとしたりね、うん、いろいろ考えながら、それと固定を想像することです。する、うん、ストラクチャーがあったり、あ、もう引っかかったな、ちょっとここで止めてみようとか、うん、だから根掛かりは恥ずかしいことではないんです。めちゃめちゃかっこやないいところに落としてるということですから、うん、ね、だから皆さん想像して考えて釣りをしましょう。でもね、釣れたよりね、うん、釣ったっていうのが気持ちいいですね。それがね、うん、楽しさの一つです。ところでキョウちゃん、うん、これ知ってますか。これ、うん、何ですかね。なんか偉そうに言うてるけど、うん、これはザリコでしょ。あ、知ってんの。うん、うん、ザリコでしょ。めちゃくちゃ持ってるし。これね、うん、この間漁港でね、常吉ワームの釣りをしてたのね、うん、男の子バーッ走ってきて、はい、今日じゃん、常吉ワームやで、今日はこっちやで、ザリコやで、これ釣れんでって分かって、まあ、どっちも釣れると思うねんけどね、うん、はい、結構なんか新色ですかこれは。ニューカラーよ。ニューカラー、ちょうだい。あかんって、あかんって貴重やね今。うん、結構ね、あの巷では、うん、もう20分間で発売と同時に20分間で売り切れたでしょ、うん、これ貴重なんですよ、うん、浦野さんというの虫工房の方が村上春彦さんと一緒に考えて考えて1年以上かけて作り出したのがこのザリコです。僕はね、ラバージグのトレーラーとかジグヘッドに使うんですけどね、皆さんもね、こういろんな工夫をして使った方がいいと思います。はい、ザリコーの説明をしてくれと言われたんですけども、これは村上さんから、依頼を受けてちょっと僕の方がいろいろ試行錯誤して作ってきたんですけども、まず今回のザリコーなんですけども、まず何が特徴かと言いますと、このまず V 型の、フォルムですね。こうやって見てくれれば分かりますけども、V 字になっているという点なんですけども、本来なら普通のワームというのはこういうふうに、まあ、ちょっと彫刻とかなんですけど、こう深円というか丸とか、まあ、楕円とかっていうふうなもので作られてるんですけども、これでしたらどっちかというと、型を作る上では何ら今までの従来通りのワームなんで問題はないんですけども、これをこういうふうな、V 型にすることによって、型の厚みなどいろんな、まあ、そういう問題がいろいろ出てきたんですけども、まず、それはまあ制作の段階でのまあいろいろな、まあ、問題なんですが、まずこれを
V 型になぜこだわったかといいますと、まずこれがですね、このように水平のように落ちるために、まあ船底型っていうんですけどね、こういうのはどっちか言うと、それで、今回そういうふうにちょっと在外にぜひ船型を作りたいと、しかももう足も手も全て船型で、このように僕の理想のように落ちるようにっていうふうに、聞いてまして、ちょっと非常に頭を悩めた部分だったんですけども、はい、もう私はちょっと説明が下手なので、まあ、口でガタガタ言っててもしょうがないんで、実際これを見てもらったら分かると思うんですけども、これは水槽での実験ですね。まあ、ゆっくりゆっくりこう押していくっていうか、まあ、あの手と足がパラシュートを開いたような形でゆっくりゆっくりこう押していくんですね。これがまあそれでまあ V 型でうまいこと水を流してるっていう、大変ですけどそういう形になってるんですよ。で、まあ、これがプロとのテストの時ですね。初めて村上さんと一緒に行ってこう水中で落ちてるシーンを見たんですけども、まあ、これでまあザリガニっぽく思ったようなイメージで船型にした V 型ですね、 V 型の形にしたということの利点が出たということでこれにしたんですけども、これがまさにもうザリコーの一番最初の V 型にこだわった理由ですね。はい、ではですね、ザリコを作っていく上での説明をさせてもらいたいと思います。まず最初、これは、ですね、村上さんとから依頼を受けて、このザリガニという形のその V 型で抜けるかどうかということで一回作ってみたやつなんですけども、まずこれが一番最初にこんな風な、今とは全くちょっと違うようなザリガニの形なんですけども、それを作って、まずまあザリガニがその言うてた、村上さんが言われてた V 型のやつができるということが、まずこれで分かったので、次にまずこれからもうワンステップ踏んだ上で次に作ったのが、ですね、このザリガニと、このザリガニですね、あ、これじゃないわ、このザリガニですね、これは村上さんがちょっと今回ザリガオはもっとキャラクターっぽくしたいということで、こう目ん玉をこうクッと出してもっとこう、キャラクターっぽく作ったんで、ザリガニですね。でこれはもうちょっとそのザリガニっぽく作ろうということでザリガニっぽく作った形なんですけども、今と見ても分かってもらえると思うんですけど、この足の部分が、カーリーテールが逆向きなんですね。初めの頃はこういう形で言ってたんですけど、たまほんでこれはボツ、どっちかというとこの腕の部分が丸い棒であって、まずこの厚みがあるということでちょっと動きが悪いということなのでボツになったんですけども、次にこれが今あるザリコの本間の原型の形のザリコですね。まずこの手の薄さ、そしてこの、腕の部分の細さ、これによってそのザリガニっていうのはこのハサミも結構、ハサミかなり命なんで、その辺でちょっとこれから、ザリガニが生まれてきた、まあ、最初の思い出の深い一品なんですけども、まずこれができるようになった、これができるようになって次ですね、いろいろボディに凝ってみようということで、このように、大きいタイプ、大きいタイプや、こういうふうにもうちょっと短めにしたタイプなどが、まあ、作られてきたんですけども、そしてそのプラスアルファちょっとこういうふうなリアルっぽいものを作ったんですけど、結局このハサミとの、このボディとハサミのバランスっていうのは非常に難しくって、ハサミがでかければいいっていうもんじゃないですし、ボディが重たければいいっていうもんじゃなかったんですよね、この辺で言うと。それからだん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 作っていくことによって、まあ、今のある最終兵器の形、最終の形になってきたんですけども、これが最終的に村上さんの方から、送って OK がもらえたやつなんですけども、これが 1,2,3,4,5 体。これは何か言いますと、この足の長さなんですよね。こう逆向けパターンの足の長いやつと短いやつ、こうやってみたらちょっと分かりにくいかもしれない。ここですね、垂れ具合から見てもらえたら分かると思うんですけども、こっちは長め、こっちが短め、まあ、いろいろそういうふうにやってみたんですけど、結局まあ最終的に決まったのがこの長めのこっちですね。これが、今の皆さんがお持ちになっているザリコーのプロトの最終型です。はい、いろいろまあザリコーに関していろいろ難しいことを話したんですけど、僕もまあはっきり言ってこういう手足物のザリガニを作った、あのワームというのを作ったのは初めてなんですけども、まあ、なんで作ったかというと、まずもう村上さんが初めもう毎日毎日もう会社に来て、あのこういうもん作ってくれ、こういうもん作ってくれ、僕のノートがあればそこに必ずザリガニの絵を描いて帰ってったっていうんですけどね、まあそれで初めは作れない作れないって言ってたんですけどね、もうこういう手足物でザリガニで、まっちゃこういう形
これは無理やろうと思ってたんですけど、まあ、やっていく上で自分もいろいろチャレンジしていて、まあ、村上さんの要望に応えようという意識が、まあ、今回こういうふうにいろいろ試した上でこういういいものができたなと僕自身は思っています。まあ、ぜひ皆さんもこういうことを、ぜひこの輪もですね、まあ、使っていい思い出をしてもらいたいなと思います。それが、まあ、僕と村上さんのコンセプトです。魚やん、ザリガニやん。立つもん、ちゃん、ハサミがほら。足、這うでしょ、ほら。当たった。お。お。あ、Aサイズで。Aサイズでも知れてるけどな。ザリコヘビキャラでした。はい。あ、一番大きいやん。ちょ、マジでこのザリガニね、よう釣れて。業界初の立体型ボディを持つザリコウ。その秘密は V 字型のフォルムにあります。フォーリングの時に安定した姿勢を保つこのフォルムは、いかに本物のザリガニを再現するかを意識しました。着底と同時にハサミを振り上げ、まるでバスを威嚇するかのような動き、ロッドワークによるアクションでハサミを閉じる姿勢はまさにザリガニそのもの。他にもザリガニが歩くかのような動きを演出するザリコーレッグ、中走でのアクションではゆらゆらとバスを誘うラバージグのようなアクションが可能です。その秘密は V 字型に持ち上げられた付け根部分と先端に向かって幅広くなっていく独特の形。この形が先端部の浮力を高め、それぞれの長さと絶妙のカールにより独立して動く足を再現したのです。まさに本物のザリガニのような生命感。これまでにない立体型のソフトルアーは、これまでにないアクションを生み出しました。 V 字型フォルムのザリコウ、新しいソフトルアーコンセプトなのです。Kグッドのワームというのは本当に釣れそうでしょ。そうですね、キチワームに、はい、バスボックリー、パドルバスボックリーで、このザリコ、ザリコこの形になるまでかなりの月日が費やされたんですね。、うん、びっくりやわ。でもね、水中でもすごくいい動きしてましたね。これは釣れへんわけないで、うん、このザリコを考案した村上春彦さんの釣り方なんですけれども、はい、常吉ワールでね、うん、このザリコを使っているシーンを見ることができますから、はい、ぜひ参考になさってみてください、はい、そしてこのザリコを使って今度は村地君が釣りをしてきたと行ってまいりました、うん、フローターで、またフローターで、野池で、野池、僕はね、このザリコはラバージグのトレーラーによくするんですよ。その時、いいんです、そうするんですよ。そうね、はい、これハサミやね、ハサミ、ハサミはね、こっち、こっちってこういう動きを、なんかよう分からないのそれ見ていただいて、はい、いい動きをするらしいんだね、はい、では村地くんのフローターザリコを使っています。そちらの映像をご覧ください。皆さんこんにちは、村地くんのフローターバッシングのコーナーです。ここ最近フローターが密かにブームになっています。でね、釣りをしている方でもフローターを知らない方がいらっしゃると思うんで、ここでちょっと紹介してみたいと思います。まずこのフローターですね、浮き輪状になってありまして、なっておりましてね、ここにね、股があって釣りをする。そしてこれがフィン、これでね、これを足につけてこれで移動する。で、僕はね、フローター用の短い竿を、使っています。そしてね、一番大事なのがね、このベスト。このベストはね、やっぱり万が一フローターが沈んだ時とかでも自分の身を守る必需品ですんで、皆さん絶対装着してください。そしてウェーダーですね、結構水の中には身とかね、やっぱりいろんなものが落ちてますんで、足を怪我しないようにウェーダーは履いてください。早速始めたいと思います。今はね、ラバージグやってるんですよ。
トレーラーはなんとね、もう発売になっているザ・リコーです。まあ、狙っているところが足なんですよ、はい、うん、やっぱりスポーニングをちょっと意識しながら、いい足が周りにぐるっと、そうかなりいい足があるんでね、うん、でね、使ってるリグは、さっきも言いましたけれども、ラバージグにトレーラーはザリコ、うん、はい、うん、でね、かなり足の中まで入れていくんで、うん、ガードはかなりきつめの、要するに根がかりが多いんでね、うん、しっかりした、まあ、ガードついてるラバージグを使ってます。で、まあ、初め打っていくときに足の手前からね、うん、打っていって、まあ、手前でうろちょろしてるバスがいるんじゃないかと思いながら、はい、それで釣れない場合は、その足の中に突っ込んで、中で、まあ、いるバスですね、狙ってるわけですね。狙ってるんですよ。よし、来たー。うわー、自在小さすぎ、小さすぎ、全然お腹ぺったんこ。まあ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 、そやな、これ小さいね、あかんな。ファイトはめちゃくちゃあんやけどな。とりあえず今シャロー、先ほど言いましたラバージグ、トレーラーはザリコで、もうひたすら打っていく、うん、で今のもキャストして、別にもう落ちた瞬間食ってたって感じでしたね。そう、結構ね、こういったフローターとか乗ってしまうと、ほれ、なんですかね、いろんなリグをしたいと思ってしまうのは僕だけかもしれないですけどね。まあ、いつもこう迷わずラバージグやったらラバージグ、スピナーベードやスピナーベード、これをひたすら投げるで、フォローでスピニングのライトリグでフォローするという形で、まあ釣っていきますね。だからその方が結果がなんか早く出るって感じです。よし、来た。うわ、関係ない、また関係ないバスや、もうチキッショー。なんかスポーニング、スポーニングで全然関係ないバスばっかりですね。おう、あ、ザリコーが、ザリコーがコッパみじん、小さい。でもブレークラインめっちゃ絡まってるじゃん、あんた小さい、お前が食うなよ、京ちゃんに怒られるわ、なんかスポーニング、スポーニングってね、こんなもんすかね。なかなかやらんな、ラバージグ&ザリコーは。今狙ったところはオーバーハングになってる、あそこ、スキッピングっていうちょっとかっこいい技でピシッと入れてそこ来ました。僕もあんまり慣れないんでね、よくバッククラッシュします。小さすぎ、ラインがね、足に引っかかって
このラファ地獄を水面にチャッポチャッポチャッポとした時にね、下からバクッときました。そうやね、まあ足にラインが絡んでもね、ミスキャストと思ってすぐこうリドリーブして巻かずに、ちょっとこう水面でチャポチャポっとアクションつけたらね、まあもし近くにいる場所が反応して、そうですね、バイトする可能性がありますんでね、こういった小技も必要かと思います。あ、来た、うわ来たけど引っかかった、出てきた、小さい、なんでこのバスばっかりな、こんなサイズばっかりです。20ないな、スプーニングのバスを求めてきてるのに。スプーニングのバスを狙ってたのに、もうなんかちゃうちゃう言うて。あれはスプーニングのバスではないよね、うん、全然関係ないんですけど。関係ないバス釣ってるやんか。うん、でも釣ることに意義があるじゃないですか。まだそんなもん、ね、うん、でね、やっぱりね、やっぱりこう琵琶湖とか、うん、いろんな野池、湖、いろんなところでやっぱりスポーニング入る時期とかあると思うんですよ、うんうん、で野池の場合は、まあ、いつ入るのかわからないじゃないですか、うんうん、毎日も通えないんで、はい、でなかなかこの池ではもしかしてスポーニングが始まってなかったんじゃないかと、うん、だからやっぱりまだそのね、通って、うん、いいそのスポーニングのバスに巡り会える時もあればね、うん、やっぱりこういったシャロンに出てきてる普通のバスが釣れたりする時もあるんでね、うん、なかなかやっぱり難しいですね、スポーニング、うん、スポーニングといってもその時期を読むのが難しくて、そうですね、でスポーニングじゃないバスを釣ってしまったという、うん、言い訳でしたね、うん、言い訳ですね、うん、でも結構自分なりに楽しめたしいいと思うんですよね、みたいですね、はい、皆さん見てもらいましたでしょうか。まあ数は出てないんですけれどもね、フローターっていうのはね、やっぱり岸釣りの手の届かないところ、ここが攻められる。で、まあ水面にね、目線が近い分迫力があってものすごく楽しい、ね、これを見られた方はぜひフローターにねチャレンジしていただきたいと思います。では次回お会いしましょう。村地くんはほんまにフローター好きやね。大好きね、うん、結構ね、岸釣りで攻められないところ、うん、フローターを使って攻められるんでね、結構面白いですよ。うん、でフローターはね、うん、いろいろ改造してたけど、うん、あれ1台、うん、2、3台持ってます。2、3台持って、はい、2、3台って3台持ってやっぱりこう潰れたりしますんでね、うん、そう、うん、全部改造して、そうです、結構ね、台によって違うんや。そうです、やっぱりね、自分なりに改造してこうバス釣りを楽しむっていうのがね、うん、コンセプトですんで。あ、そう、コンセプトなんや、はい、でビデオもあるもんね。そうです、フローターバッシング1、2です。お、2も出たの。そうです、はは、は、今からね、フローターを始める人に、はい、ぜひともね、この日本を見ていただきたい。はい、はい、さて続きましてはおかっぱりの達人をご紹介していくコーナーなんですが、うん、はい、今回は霞ヶ浦のおかっぱりの達人、うん、川村幸太郎くんです。私大不安なんです。うん、そうなんですか。もう若くて、うん、かっこよくて、うん、釣りが上手で、うん、もう霞ヶ浦のことを知り尽くしているという彼、うん、川村幸太郎くんの岸釣りご覧いただきましょう。川村幸太郎くんの釣りですが、この映像をプロデュースしたという吉川プロデューサーに解説していただきましょう。どうも吉川です。お願いします。お願いします。ね、幸太郎くんの釣りなんですけどもね、はい、霞ヶ浦でね、ポイントがこうすごく分かりにくいんですよね、うん、何もないように見えるでしょう、はい、でも実はね、ここに初畑がありましてですね、うん、でこの排水溝が、このポイントに、ポイントの真下ですねから出てるとはは、いうことで、ここにヒットした今、ここでね、バスが溜まるんですよと、言いながらね、教えてもらってね、釣りをしてるんですけども、これね、今ヒットしたでしょ、はい、狙い通りヒットしたんですが、何歩かこう歩いてるの分かりますか。はい、これなぜやと思います。どうして、私も今不思議に思ったんですよ。普通に取り込んだらいいやその場でと思うでしょう、うん、でもね、そこに魚が溜まってるということは、ここでファイトすると全部散っちゃうん、バシャバシャさせると ね、それでわざとね、かけた瞬間に 2、3歩違う場所に行ってるんですよ。考えてるでしょ。考えます ね、 まあ、これはジグヘッドリグで、でそこでシェーキングして、まあ、釣った1匹ですね。いきなりでしたね、これ釣れた。サイズがいい、また、ね、え
そしてね、また同じところで、本当だ、これ同じところなんですよ、で、またすぐですね、また歩いて、魚を散らさないように、まあ、これはちょっと小さかったですけども、もう狙い通りと言いますかね、魚の溜まってるところを知っていると。でね、何がすごいってね、これ歩いていったでしょ、はい、ポイント変えるんですよ、ほんの少しだけ変えるんですよね。どうして？右で釣ったんで、ちょっとポイントを休ませますと。それで行ったポイントがここにね、なんか説明してますけど、うん、あの車のドアですね、はい、あれのあるこの真下にキスが沈んでるんですと。どうしてそんなことを知ってるんですか？それでそこでまた同じようにね、シェイキングして、ほんのもうこれ、まあ、10メーター、20メーターしか離れてないんですけどね、おー、ほんで狙い通りですね。またこう移動してますね、まあ休ませながら、そして2つ目のポイントを継ぎながら、作戦ですねこれね。なかなかいい方。わー、ほんと、まだ同じね、ジグヘッドリグなんですけどもね、嬉しそうですね。ねそしてね、今度はまだ予定通りと言いますか、はい、先ほどの排水溝のポイントに戻ってね、うん、釣りをするんですけども、まだこれ行った瞬間とですね、あ、ほんとすごいですね、もう狙い通り。それでこれね、かけたはいいんですけども、これちょっと移動できなかったですね、うん、大きいんですよ。はははは、霞ヶ浦のバスって、行ったことありますよね、はい、釣ったことあります？ありますよ、大きいのはないけど大体がね、まあかかれば、うん、もう30センチは必ず超えてるっていうのが、必ずなんてこと言いますよまあね、はい、それぐらいサイズのいいバスが多いんですけども、これかけたやつはかなり大きいですね。ちょっと姿がまだ見えないけど、でもかなり大きそうですね、慎重に慎重に、さあどんなバスが上がってくるでしょう。ここでね、慌てませんね、やっぱりこう慌てて強引に抜いてしまうと、これスピニングタックルなんでね、かなりやっぱり繊細なタックル使ってますんで、ラインブレイクしたりとか、まあ針が外れたりとかいうことがないように。これはいいですよ、いいサイズだって、顔より大きいよ、ほらで、まあ何で釣ったかということでね、これもやはりジグヘッド、はい、というわけでね、はい、川村幸太郎君の釣り、いろいろ考えてすごいうまかったでしょ、ですね、結局とってもかっこよかったわ。いいですね、幸太郎君、グーです。グーですか、はい、結構好きなんでしょ。大好きです、若いし言っとこう言っとこう、好きです好きです、はい、幸太郎君ってやっぱりかすみのことよく知ってられますね。そうですね、かすみっていうのは一見してストラクチャーが全然ないように思うんですが、はいはいはい、そんなところでも彼はポイントをよく知ってる、素晴らしい、このコーナーではまたこのおかっぱりの達人をいろいろとご紹介していきますからね、はい、ご期待ください、はい。